ボス部長です。ですね、本日はこの逆連会館という団体に僕所属してるんですけども、大阪の本部の方来ていまして、今日はですね、女性の方からコラボしていただけるということで、ちょっと早速登場してもらいましょうか。じゃあお願いします。自己紹介お願いします。中英語店のゆきえとちぃです。お願いします。僕女性とコラボするのは2回目なんですけど、やっぱちょっと難しいですね、女性とコラボするの。ちょっとどこまでいじったらいいのか。全然いっぱいいじってください。おっす。本日はですね、空手を教えます。はい。空手教えて最後ちょっと組手やってほしいんですよ。後で申し上げる若手がいるんですけど、そいつと組手やってルール知らない体でやってもらって、まあ、空手やってます。でめちゃくちゃ反則してほしいです。めちゃくちゃ反則。いきなり金的でバチッと蹴って、あ、すいません、私知らなかったんですってやってもらって、で普通そこで学習するじゃないですか。金的蹴ってあかんねん。あ、はい、で学習して、すいません、ごめんなさい、ちょっともう一回お願いしますでも、もう一気にもう一回バチッと。大丈夫ですか？大丈夫です。怒られます。あの、ちゃんとこう防具があるんですよ。あ、そうなんですか。はい、なるほど。防具で、そして彼はそれ気づくのか気づかないのか、ドッキリだったっていうのを取っていこうかなと思います。はい。いけます。はい。ちなみに金的蹴ったことあります？ないです。そんな経験ないです。ないです。そんな機会がないです。じゃあ今日初めてやってみます。はい。いいですか？いいです。大丈夫です。大丈夫です。じゃあ早速練習していきましょうか。はい。お願いします。なんか格闘技とかやったことあります？全くない。殴ったことないです。殴ったことない。一番殴ってそうな顔してる。はい。ないですね。はい、初めて。私はちっちゃい時に空手ちょっとだけ、ちょっとだけかじってたから。これはもうやっちゃうね。ちょっとだけですよ。ちょっとだけ。早速パンチの練習していきましょうか。はい。はい、おっす。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 ロコンです。あれ今日サングラス。あ、サングラス忘れました。あれですね。僕はこんな顔でした。おっす。じゃあパンチ、グーの握り方から、小指から握ってもらって。はい、爪長。こうやってるんで、こうです。そう。拳で、まずワンツーいきましょう。ミッタリングから。これだけ。はい。はい。バッチリ。はい。行きましょう。どうぞ。はい。元空手家。1。バッチリ。2。いい。3。4。5。オッケー。今度は締めの。センスバッチリですね。100点です。行きましょう。はい。1。2。3。4。5。ちょっとまだ可愛さ出してますね。まだ可愛さ捨てきれてないですよ。次蹴りいきましょうか。はい。次ローキックいきます。サッカーボール蹴ったことあります？はい、あります。サッカーボール蹴るところでここで蹴ります。はい。で横から回してもらって、膝を下からこうやって蹴っちゃうと指痛くなっちゃうから、横から回してくるように。そう、バッチリ、バッチリ、いきましょう。1。お、いいね。2。いいよ。3。4、5。さすが元カレ、さすが元カレ。いきましょう。1。おー、足ぐねって。2。おー、ナイス。3。おい。4。5。あ、楽しい。ちょっとずつ捨てていきました、ね、素晴らしいです。まあ今のが序章ですわ。今が本番です。はい。金的蹴りですね。本当は足の甲で蹴ります。足の甲で蹴り上げるような感じで、あ、これはちょっと意味ないですみたいな感じで、はい、早くやればやるほどめちゃくちゃ痛いんで、あ、大きい、めちゃくちゃ痛い、はい、これはこれでも痛いです。痛い。心配になる。1。おお、2。これ絶対これやったことある蹴りだね。やばいでしょこれやってたら。4。3、4、5。え、なんか誰か恨みあります？恨みある。これ痛くないですか？痛い。え、痛いですよね。けど、やってほしい。最近そこそこ強なってたから、そう、ちょっとやってほしいな。洗礼を味わってほしいな。じゃあちょっと彼来るまで、もうちょい練習していきます。はい。おっす、くじょうです。しました。本日はですね、まあ、本部の方大阪来まして、楓にですね、まあ、この男前な顔をして、その女の声が全然ないんですよ。やっぱ先輩としてやっぱそれはあかんなと。せっかくなので女性の方と組手をしてもらって仲良くなってもらおうかなと。もうこの時点で顔真っ赤にしてめちゃくちゃ恥ずかしがってるんで。いやいや
大丈夫です。何も喋れてないやん。あ、そう、緊張します。まあ、組み手やってほしいんですよ、彼と。彼もそこそこ強いんで、もうめちゃくちゃやってほしいな。もう本気で戦ってほしい。で、彼多分、まあ、優しいんで、なんか攻撃してこないと思います。もうこのまま無防備でこうやって受けると思うんで、もうタコ殴りにしてください。はい。勝っていきましょう。はい。じゃあ、こんな感じでいきましょう。はい。押す。押す。じゃあ、早速一人目やってみましょう。もう、めちゃくちゃタコ殴りにしてください。はい。もう勝っていきましょう。もう今、僕らチームなんで。よし、倒しましょう。こいつのことを倒したい。倒したい。ボンボンボン。よいしょ。よいしょ。構えて。始め。と。お、まだいける、もっといける。全然余裕ですね。はい。もう顔がね、泣きづらいもん。はい。腹立つ。はい。お前兵士がいて。じゃあ、もっといきますね。さっき教えたキック、足も蹴って足も。はい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 。まあ、なんか楓顔喜んでるもんだけどちょっとオンベッティーの疲れてる。あんたツアーこの宮崎が親父に写真送ったのか。いや、待てない。ノブサグ30。はい、つやはい、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 ちょ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 金的まさか。あー金的はですね、ちょっと反則なんですよ。え、そうなんですか。マジ、ほんとです。え、全部いいと思ってました。すいません、すいません。しゃあ、しゃあ、全然仕方ない。僕は行きましょう。はい、ラスト10秒行きましょう。はい、行きましょう。タコ殴りして。はい、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 やばい。多分ルール分かってなかった。お前か。最初ルール説明したらよかったですね。そう。一応空手してなかったんですよ。うん、だって分かってる前と思うやった。クロスやん。そうですね。一応顔面パンチと筋的だけなし。あと掴むのもなし。ちょっとルール説明忘れてました。すみません、すみません、すみません。すみません。ちょっと交代していきましょうか。はい。じゃあもう次ごめん、ダメですよ。そうそう、足しっかり蹴って、もうこれ顔面パンチと筋的だけ反則なんで。ほんまに上がんない。ほんまに上がんない。じゃあ行きます。はい。構えて、しっかり耐えろよ。はい、始め。ちょっ、ふっ、ちょっ、ちょっ、ああ、ふっ、ちょ、おかしい。さっき説明したじゃないですか。はい、ありがとうございました。どうですか、空手の組み手。楽しかった。ストレス発散ね、護身術みたいになったでしょ、うん、まあ、今日反則1個もやってないんで、うん、めちゃくちゃ良かったと思います。どうでしょうか。いや、反則1個もっておかしいですね。まあ、こんな感じで今日終わろうかなと思いますので、中五点さんの動画では僕を撮ってますのでお願いします。お願いします。ありがとうございました。おっす。おっす。大丈夫です。あ、大丈夫です。あ、ちょっとね、回ってなかったんでもう一回やってもらっていいですか。はい。ちょっとカメラの都合で回ってなかったんで。あ、組手のとこも回ってなかったみたいで。えジレ。ちょっともう一回やりますか。もう一回いきましょう。え、もう一回いきましょう。2人分ですか。2人分。二つに行きましょう。嘘です。マジか。絶望してましたよ。よかった。マジで痛かったんですよ。なんかあれやな。なんかリアクションが二十歳やな。さようなら。